全ては偶然だ。だがその偶然はあらかじめ決められていた世界の意志でもあった。俺はイカれてなどいない。至って正常だ。ここでは真実を語っているんであって、断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていたら、あいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。分かるはずがないだろう。その瞬間の自分の手に人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ。考えても見るがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に生まれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか、脳が処理をしないかのどちらかなんだ。あの時の俺に言ってやりたい。迂闊なことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。陰謀の魔の手は思った以上にずっと短くなって、いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるか、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるが、自らの力をもって滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであるのだ。歴史からも読み取れる。海に行ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。いや、こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ああ、ドクター中橋は抜けがけました。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出しているだと？
それがシュタインズゲートの存在。エル・セン・コングレ。さっき携帯で誰と話してたの？それがマユリのためでもある。そうなんだ、オカリン、ありがとう。それよりオカリン、オカリン、マユリよ、いつも言っているだろう、俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は鳳凰院教魔、世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。だって難しくて覚えられないし。それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。でね、教えてほしいんだけど。
これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか？これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。するよ。あるいは機関による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。巻き込まれるのは勘弁だがな。巻き巻きトカゲ？それを言うなら襟巻きトカゲだね。マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起き。震度 2？ あ、マグニチュード 2？ 震度とマグニチュードってどう違うんだっけ？爆発だと？なんだこれは。
予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。これは匂う、陰謀の匂いだ。何を隠したいんだ。さっきの爆発は何だ。俺だ。どうも嫌な予感がする。俺たちが知らないところで何かが起こっているようだ。ああ、分かってる。無茶はしないぞ。俺も命は惜しいからな。エル、さあ、止める。マユリ、何をしている？あのね、ウーパが欲しいなって。やればいい。ウーパが当たるかどうかは保証できないがな。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。
もメタル、メタルウーパー。それはレアなのか。すごく。ああ、普通のウーパーだ。では、マユリにくれてやろう。本当？いいの？オカリン。ほう、インキョーマだ。ありがとう、オカリン。本日は、ドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。